行われます。第73回宮城県高等学校総合体育大会サッカー競技準決勝戦、宮城県工業高校対仙台育英学園高校の試合に先立ちまして、両チームのスターティングメンバー並びに審判を紹介いたします。はじめに赤のユニフォーム宮城県工業高校はゴールキーパー1番鈴木春人、ディフェンダー2番吉澤光成、3番高橋歩、4番鈴木亮、ミッドフィルダー6番菅原空、7番村上修斗、8番竹内由良、10番佐藤空、14番川口凛、18番佐藤海、フォワード9番澤田陸、監督は石田健一です。最初の黄色のユニフォーム仙台育英学園高校はゴールキーパー1番小川晴美、ディフェンダー2番渡辺瑠衣、3番安藤優、5番松井拓馬、15番佐藤とは、ミッドフィルダー1番佐々木優太、10番辻原田優馬、14番松木優斗、18番石川菜那人、7番中西大成、11番阿部豪樹、監督は城福隆です。審判は主審高橋大斗、副審古内秀明、船山哲平、第4の審判滝ヶ平拓の4氏です。ここで両チームのこれまでの戦績をお知らせいたします。はじめに宮城県工業高校は第3シードのため2回戦から登場し、2回戦東陵高校に6対0で勝ち、3回戦東北学院土地ヶ丘高校に4対1で勝ち、準々決勝戦日本ウェルネス宮城高校に4対0で勝ち、準決勝戦に進んできました。対します仙台育英学園高校は第2シードのため2回戦から登場し、2回戦仙台第二高校に5対0で勝ち、3回戦石巻工業高校に5対1で勝ち、準々決勝戦仙台城南高校に2対1で勝ち、準決勝戦に進んできました。ご来場の皆様、両チームに温かいご声援をお願いいたします。ありがとうございます。
Thank you.